リスです。お金のことでお悩みの方は非常に多くいると思われます。私もその一人ですが、今回ちょっといい話になります。何百万円ものお金を信用状態にかかわらず、金利 1% 以下で借り入れる方法です。借り入れ先は JASO、つまり日本学生支援機構です。皆さんご存知の奨学金ですが、この JASO では申し込みの際に JICC の情報を参照しません。登録のみを行います。借り入れの条件は2つだけ。所得上限に達していないことと、大学に在籍していることです。今回利用する2種奨学金は希望さえすればほぼ通ります。しかも月額上限は12万円で、4年間で576万円、入学時特別増額でプラス50万円の借り入れが可能です。結構いい条件でしょう。選ぶ大学ですが、国公立の夜間学部が最適だと思います。というのも、通常の学費でも年26万円という格安価格。さらに成績が学部中以上であれば全額免除か半額免除です。私立の夜間や通信制でも受給は可能ですが、ご覧のようにかかるコストが桁違いです。また国公立大学と聞くと難しい印象を抱きますが、そんなことはありません。ほとんどの夜間学部はセンター試験 60% 程度があれば合格可能です。さらに入学金などを時期をずらし、夏以降に納入にする制度もあるんです。例えば国立滋賀大学経済学部、こちらは社会人入試が設けられており、センター試験を受験する必要がなく、さらに倍率は 1.4 倍程度です。すんなり合格できます。もちろん卒業すれば履歴書に滋賀大学経済学部卒業と書くことができます。いろいろな方法があるものですね。アリスでした。